ださい。おかしいです。根拠のある議論がされてるんだったら堂々すればいいんですよ。堂々と傍聴者を排除せずに説明すればいいんじゃないか。国民なんで排除して確認してやるんだ、こんなこそこそと。3月11日以前と同じじゃないですか、これじゃ。この場には誰も説明する人はいないんですか。市民の声に応える人は誰もいないんですか。誰さん説明しなさい。ちゃんと説明してください。後藤さん発言してください。あんた方が危ないことやってんだろ。ちょっとすいません、ね、はい、ちょっと私も委員の立場でこういうふうになってしまったところいろいろあると思うんですけどね。やはりですね、最低限同室同じ部屋で副状態を作らないというのはまずいと思います。そのとおり。それだけは絶対やるべきだ。それでね、ただしそれを約束したならば、ね、皆様あまりね、やや進行しにくいようなことは言わないと。ただですね、常識な意味で国会だってね、変なこと言ったらやじ飛ぶんですよ。当たり前ですよ。それが議事、ね、進行を妨げるようなことになったらそれは排除される可能性がある。ですけども、やはりそのくらいのことは常識の範囲でやってくださいよ。なんでこんな皆さん来るかって言ったらね、怒ってるわけですよ。締め出したことじゃないですか。おかしいと思いませんか。構造は意見と聞いてるんですよ。ちょっとこの状態では平成に会議ができませんので、今対応協議しておりますのでしばらくお待ちいただけますか。あなたは待ちましょうじゃ。待ちましょう。長長待ちましょう。待たるように関係の話だよ。あなた関係ない。ここはそういう場ではありません。じゃあどういう場なんですか。どこでここは議論する場なんですよ。だから議論してるじゃん。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 まっとうな議論にさせるためにやってるわけですよ。今までまっとうな議論になってないから。きちんと対応すれば僕らおとなしくするんですよ。それをやらないから主張してるんでしょ。公開にしてお金もらってる利益相反の疑いのある委員をきちんと解任すれば落ち着いた議論ができるんでしょうか。そうだ。それを作ってほしいって要求してるんですよ。全国の人たちがファックスや電話でやってるでしょ、法案に対して。厚労省だってね、やってるんだよ、ちゃんと。製薬会社から金もらった人をね、外すんだよ。どうしてここでできないんだよ、それが。山口彰、岡本浩二、安倍豊のこの3人の献金もらってる利益相反の委員は解任して行動に移してやれば再開できます。でもそれができないなら今日は留会。岡本さんの生の声がぜひ聞きたいんですけど、こういう声に対してお願いします。ちょっとコメントしてもらえませんかね。岡本さん、直接答えてほしいんですよ。岡本さん、ちょっと目線ぐらい合わせてくださいよ。それとも合わせる顔がないということですか。聞こえてるんですよね。他の委員はどう考えてんだよ。発言してください。国民がいないところでやりたいのか、本当に。ちょっとこの状況では会議は進められませんので、対応を検討しておりますので、誘拐させてもう一回組み直してください。行動でやってよ、行動で。こんな状況で今日会議できるわけないでしょう。報道に行って全部入れてやるんならまだしも、しかも3人は排除すべきです。お金もらってる人は。いや、そもそも自分から辞退すべきですよ。そういう疑いかけられてるんだから。そうだ、社会良心ですよ。そんなの当たり前じゃないですか。岡本さん、どう考えてるんですか。岡本さん、基本的に傍聴ちゃんとさせてください。傍聴させてください。同じエリアで。そうです。同じ空間で。前回と同じに戻してください。今回だけ傍聴を締め出すってのはおかしいです。それは大井三号の合格を出すためですか。そんなことは認められません。ちょっと目線ぐらい合わせてくださいよ、ね、それとも合わせる顔がないっていうことですか。聞こえてるんですよね。他の委員はどう考えてんだよ。発言してください。国民がいないところでやりたいのか、本当に。この状態では衛生に会議ができませんので、今対応を協議しておりますのでしばらくお待ちいただけますか。あなたは過去2回は行動でやられたんです。行動でやられたんです。そして確かに復職発言は出ました。ですけども議事を妨害するようなことを我々はやっていません。やってません。一言言うだけです。そして僕は4回前に岡本委員長が嘘を言ったんですよ。司会者が嘘を言ったんですよ。技術的知見の、意見聴取会でこれは決まりましたって言ったんです。僕はそれは嘘って言いました。嘘っていう一言を言いました。そしたら嘘と岡本さんはこちらを向いて言って、不規則発言やめてくださいって言いました。ですけど別の委員があなたが嘘を言うからですよって説明しました。これはそれで終わりました。これは議事録に残っているでしょう。
その程度の不規則発言なんですよ、我々がやっているのは。なぜそれを止めるんですか。私たちにも参加させてください。我々も福島原発事故が起こって今もこんな収束もしてないこんな状態の中でどうして再稼働を一生懸命議論するのか。再稼働の議論するならばちゃんと福島の原発事故をしっかり原因追及して、そしてもう今度はこうやれば絶対に起こらないぞという確信がみんなが持てるようになるならばいいですよ。もっともっと真剣に議論してほしい。だから私は参加してるんです。それを邪魔しないでください。いやそもそも専門って JNS なんて何にも専門的じゃないじゃないか。業者からもらった電子ファイルを自分たちとそのまんま使ってんだよ。それにあんたたち金払ってんの。意味ないじゃん。あの連中は何ができるの一体。そんな連中にきちんとした検査ができるの。そう思うでしょ。メディアの方、この問題をしっかり報道してください。さっきも言いましたように総合的知見かっこストレステストと称して今ここで大いを通して、そして IAEA の認可を得て、そして原子力安全委員会を通して、これも二重チェックと言いながら実は嘘なんです。原子力安全委員会は確認意見は言うけどチェックはしないって言ってるんですよ。ずっと泊まりの原発の営業再開の時も我々を騙してやったんですよ。斑目委員長は絶対に確認はしないって言ったんですよ。意見を言うだけだって言ってるんです。ですけどあなた方の報道はあたかも原子力安全委員会が泊まりの営業再開も実際に確認されたように報道しちゃって、それを北海道知事はそれを悪用して二重チェックしたんだから自分知事も認めるという形でやられたんですよ。ことほどさようにあなた方の報道自身があまりにも深掘りしてないからおかしな今の再開の方向に向いてるわけです。我々は政府に騙されたくありません。皆さんがしっかり報道してください。言いたいことはシンプルです。すみません、いろいろ言いましたけれども言いたいことはシンプルです。皆さんにもいろんな、しがらみがあったりとかいろいろあると思います。でスムーズに話を進めたいという気持ちもわかります。でもこのことに関しては僕たちの命がかかってるんで、ぜひ開かれた場所でオープンな議論をしていただきたいと。やはりそういうふうに、そういうふうに密室でそういうふうに決められても、別室でモニターだけ見せられても、それは全く説得力のないものなんですよ。だからぜひ開かれた場所で、皆さんに何も後ろめたいことがないのであれば、ぜひ市民一人一人の命がかかっていることですから、ぜひ開かれた議論を行っていただけませんか。よろしくお願いします。通用しない3月11日までのやり方は、そこを改めない限り何をやってもダメです。あなた方はどうだよ。答えてください。反論があるなら岡本さん答えてください。違うというなら答えてください。自分の言葉で黙ってればね、終わると思ってるでしょ今。いや黙ってることは認めることだよ。答えなさいよ。前回答えてたでしょ。あなた今全世界に、ください反論があるなら岡本さん答えてください。違うというなら答えてください。自分の言葉で黙ってればね、終わると思ってるでしょ今。大変な思いするんだよ。黒木さん答えてください。黒木さん、黒木審議官答えてください。あなたも責任者だろう。原発の事故に責任あるでしょ。あなたも反論があるなら答えてください。黒木さん、我々責任があるというふうに思っているので、はい、でその原因が何だったのか、それからその既存の領域ってどういうような規制を行うのか、そういう冷静な議論をですね、する場所、それを確保したいと思っているんですよ。で前回、はい、ちょっと聞きましょう。冷静な議論をするための場所を用意しようという中で、その傍聴席の方からですね、我々の議論を間を議論を途中で止めざるを得ないような状況になったものですから、いやそれが理解できないな。ちゃんと聞こえるような場所は別途用意しておりますので、この場は我々前回何分伸びました、意見をですね議論できるような場にしていただければと思っております。皆さんね、動画見てください。どれだけ伸びたか、ほとんど伸びてません。どうしてね、三菱重工から献金されている3人の委員、岡本浩二、安倍豊、山口晃、
3人もの委員がね、三菱から原発を作り、報告書を実質的に作った三菱重工から献金を受けている3人の委員は、あなた方のルールでは合格でも、世の中からは利益相反の疑いを払拭できないと言われてるんですよ。マスコミにも書かれています。1月1日の朝日新聞の一面出たでしょう。そういう疑いがある以上、この聴取会は中立性は保証されてないんです。その3人をまず解任した上で、もう1回聴取会を組み直して再スタートすることが常識的な判断じゃないですか。どうしてそれができないか、理由をもう1回ここできちっと答えてください、黒木さん。この場はですね、皆様方とお話しするかではなくて、県庁司会の委員の方まだ始まってないから聞いてるんでしょ。ください。始まるような環境にぜひ来ていただきたいということでお願いします。それは僕らの言葉です。そう、締め出しをやめて、行動で広いところできちっと3人の委員も退場させて組み直して、僕らの言葉です。それは冷静な議論ができるような、本当に中立的で安全性を担保できるような議論を組み直してくださいという僕らの要求です。事故のことをどう受け止めてるんですか。どれだけの人がね、住まいを追われてね、バラバラにされて、経済的にも苦しんでるし、被爆させられてるんですよ。福島の実態をもっと知れ。そういう中でこういうことができるのか。こんないい加減なやり方が、あなたどういう心を持ってんの。本当に死ぬ思いみんなしてんだよ。多くの人はしてんだよ。人のことを持ってんのか、あんたらは。もう通用しないよ、そういう理屈は。原子力への信頼はもう失墜したんです。原子力の安全神話はもう崩壊したんです。その前提に立ってもう一度やり直さないと、原発が動き出すなんてことできるわけないじゃないですか。そうだよ。ここに関西電力の社員がずらっと並んでますけど、関電だってこんなやり方で出された結論で地元に行けますか。いいんですか。こんな結論、強引なやり方で傍聴者も締め出して、紐付きの委員が3人もいる委員会で安全だって言われたからって地元に説明できるんですか。何が頑張ろう東北ですか。お茶に頑張ろう東北って書いてありますよ。もう冗談じゃないですか。東北の人助けたいなら本当に今福島の子どもたちのこと考えてくださいよ。福島から来ました。はい、すいません、なんかどちらに行っていいか分かんなくて来てしまったんですけど、福島の声を聞いていただきたいんです。福島の声を聞け。福島県の原発はまだ収束していません。何も変わってないんです。そのことを皆さんはご存知のはずです。なのになぜストレステストがどうのこうので、再稼働がどうのこうのって、特に皆さん男性の方ですね、女性は原発選びません。命が大事なんです。世界中の女性はみんなつながって命を守るために必死に生きてます。皆さんにも子供さんお孫さんがいらっしゃるでしょう。福島県のインターネットの普及率はすごく低くて、今日この会議があること自体知ってらっしゃる方はほとんど皆無です。会議があるたびに新聞に載せるなりしていただかないと、私たちの声をここまで届けることはできません。収束したと思っていらっしゃる方、手を挙げてください。どなたですか。福島第一原発が収束していると言い切れる方は手を挙げてください。どうしていらっしゃらないんですか。野田さんそう言ったんだ。誰もいないじゃない。誰だそう言ったのは、言わせたのは。皆さん報道してくださいよ。子どもたち、子どもたちがどんな思いで毎日毎日暮らしてるか。4歳の子がおばあちゃん、僕がレンジャーマンになって放射能をやっつけてやるよって、うん、大人になったらやっつけてやるよって2軒先のお宅のお孫さんが教えてくれました。そういう現状で外で遊べないんですよ。福島に住んでみてください。どれほどの異常な空気が流れているか。どこが収束なんです。もうみんな疲れて、もういいよどうせ、3月4月で被爆しまくったからもういいよ疲れたよって、国が安全って言うんだったら私たちのことを殺したりしないでしょ。
ちゃんと守ってくれてるんでしょ。私の母は74歳です。昼間見る NHK と夜見る NHK と、昼間見る民放社の大手のメディアの方が言うことと、夜中見るメディアの皆さんが言うことと、どっちが正しいんだべ、わかんねえ、こういう形です。ただ言いたいのは、福島は全く福島第一原発は収束してないです。嘘をつかないでください。子どもたちに嘘をつかないでください。嘘をつくことはいけないことですよね。そう教えてるんじゃないんですか、子どもたちに。違いますか。お金を儲けることだけ、お金をどっかからいただくことだけのために出世するんですか。そうじゃないですよね。もう少し大人として、男性として、弱い女性子どもを守ってください。10代20代の若い女の子男の子はもういいよって諦めてます。やけくそになってます。皆さん方のこれから税金を払っていく年代です。皆さん方は税金でそれぞれそこから生活生計を立ててらっしゃることをもっと自覚してください。どうなんですか、福島第一原発は収束したんですか、教えてください。一主婦ですからわからないです。ただ未だにもくもくと煙が出てることだけは分かっています。あれは何ですか、しっかり教えてください。いかがなんでしょう、どなたがどうなのか私には分からないです。関連さんも引き上げてください。どの方ですか。岡本さんいかがですか、福島第一原発は収束したんでしょうか。私たちは安全なんでしょうか。10マイクロのところに住んでいて安全なんでしょうか。もう10ヶ月過ぎました。教えてください。なぜ皆さん黙ってらっしゃるんですか。優秀な皆さんですよね。どうして黙ってらっしゃるんですか。岡本さんという方は手を挙げてください。このひげの人、ひげの方です。え、まだいるんですか。この人たちは本来はあなた方が罪を犯したんだよ。その責任を取ってないでしょう、誰も。どうしてさ、知る権利がある私たちを排除するために警察呼ぶんだよ、安易に。とんでもないよ。早く退場させてください、警察公安関係者を。くだらない対応するな。何をやってんの。警察なんか入ったらそういう委員会なんか聞いたことないぞ。市村さん、警察を退去させてください。政府の委員会だぞ、これは。くだらない対応するな。そうです。警察は、警察が来る、ありえないよ。来る場面じゃないよ。警察が弱い。誰が呼んだんですか。いや、今日の謝礼とあんたらの給料私たちが払ってるんだからね。議員の皆さん、議員の皆さん協力して出ていくような恥ずかしいまでやらないでよ。後藤さんが発言を、後藤さんが発言を求めています。大変申し訳ないんですけど、どうお願いいたします。ですね、あ、出てきちゃった。他の先生が頑張ってください。こういう状況だから場所をね、広い場所を用意するか、ここでどうするかって、そういう議論をしてたんじゃないですか。それをなんでそういうふうに変えるんですか。先ほどの答えがないと思ってるんですけど、おかしいよ。まずいと思います。おかしいです。おい、逃げるなよ。ひどいことするんだよ。こそこそ逃げるの方がいいわ。とにかく今日はね、この内容はやりたいんです、気持ちがね。ですけど前提条件がちゃんと整ってなかったらできないのは当たり前で、それで今なりましたね。それで先ほど私気になったのは、別室、大きなところを探すっていうふうに理解したのはそうじゃなかったんですね。そういうことではね、検討してるっていう意味がね、なんか全く意味が違ったんで、私ちょっと愕然としてるんですけど、しかもそれ他でやって何ができるのかっていうと、すでに失礼、何を協議するのか私分かりませんけど、この場でもできるはずです。そこは私は全く納得いかないんですね。別にそれは逃げも隠れもしませんし、いろんな意見があったから、あれも当たり前であって、そのやり方も含めて公開するのが公開というものだと私は思います。今何やってるんですか。ええ、で少なくともこの場っていうのは委員の皆さんから意見を聞くということを目的としたところでございます。その傍聴者の方と
意見交換をする場として設定したものではございません。で、そういうことです。それはまた別の機会もあろうかと思います。国民の皆さんに説明をするなりですね、意見を聞くなり、そのホームページで意見を募集したり、いろんな形で説明をする機会というのはこれまでもやってきておりますし、今後も説明をしていくということを我々もやっていかなければいけないというふうには思っています。どうして内部でできないんですか。それで納得してないから帰ってきてるわけです。部屋を空にしてどうする。一旦この場からは、先ほど申しました一旦委員の方から出ていただいて、このあとどういうふうに進めるかっていう、いやつまりこの場ではどう進めるかっていう議論がまず進め方からできないからです。早くも帰って議論して、いやもう検討して全部中でお伺いして聞いてますから、参加してない委員の方だって言うんだからさ、公開で行動が空いてるなら行動に移してね、人数が多い、みんな座ってきちんと落ち着いて聞けば聞きますよ、落ち着いて僕らも。 それとお金もらっていて利益相反の疑いがある委員が違い含めて3人もいるんだから、そういう状態では信頼されてないから3人を退席させ解任させてやってくださいって言ってるんですよ。この2つを改善するのがあなた方がやるべきことなんですよ、建設的な。ちょっと待ってください。もしもし、はい、はいはい、まだはい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 、わかりました。はい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 。いやいや、それでだからまず今回のメインテーブルの人とあれを出してくれます。はい、はい、で出てもらう、うん、指示をしてもらえばいい。出てください。すいません、関西電力の方と、あとジェネスの方、あと後藤委員、井野委員もできれば別室の方に移っていただければ幸いなんですけれども、まずちょっと今後どうするかっていうことをまず相談をする上でも、ちょっとここではできないんで、よろしくお願いします。あと出ていただけますか。はい、ホワインの職員も出てください。これ警察にいるための そんなことできません。何を考えてるんですか。何を考えてるんですか。一瞬言って、ね、話したからできないでしょ、委員として。とんでもないですよ。何をしたんですか。私たちょっと待ってください。委員として気を取ってますよ、ね、ですから先ほどね、ここの中で、まあ、時間かかる、分かる。でも準備はされてて、どうやるかって対応されてるときに、いきなりいいんだってこっちで密室行って、それはないでしょう、そんなやり方は。そんなこと私は疑われますよ、みんなが。そんなことできません。みんなの前でやればいいんですよ、そんなことは。逃げるなよ。こちら、すみません、お願いします。密室に逃げるなよ。こんな事故が起きて、保安医がいかにいい加減なことをやってきたかが明らかになっているにもかかわらず、同じようなやり方を今やってるわけですよ。本当に原発に批判的な委員はたった2人しかいません。話なのよ。申し訳ございません。プレスの方。もういいです、あなたが、はい、会場から出てください。お願いします。プレスの方ですか。はい、出ていただけますか。プレスの方、プレスの方出ていただけますか。もうここではもうやりませんので、出ていただけますか。どっかでやるの。出ていただけますか。どっかでやるの。プレスの方出ていただけますか。どっかでやるの。答えなさい。出てください。お願いします。今日やるわけじゃないでしょうね。プレスの方は出ていただけますか。早く発表しなさい。中止するのかどうか。出ていただけないんですね。中止するって言いなさいよ。プレスの、もしもし、どうちらっと並んでる。研究機会の方を再開したいと考えています。場所は本館の17階の国際会議室でございます。でちょっとまずプレスの方接近があるので先に移動していただけますでしょうか。何言ってんのよ。で私たちはどうなるんですか。傍聴は。傍聴は申し訳ございませんが、傍聴なしでやらせていただきます。どうしてなんだよ。ファンの方ですよ。傍聴者を何で締め出すんですか。まずプレスの方ご移動でお願いします。関係ない。プレスは攻めてくださいよ。傍聴者は何でもない。これから入場していただきます。
枝野さんを呼んでください。あなた方に聞く権利はないんだよ。事故を起こしたあなた方に。審査の前で答えてください。枝野さんを呼んでください。いらないじゃないでしょ、傍聴させるの、そこまで傍聴させればいいじゃないですか、それだけの話なの、どうして、何しろよ、危ない、危ない、しろ、ほら、怪我して危ない、ほら、押すな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 、すな、痛いな、お前すなよな、すげえな、生産者、ほら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 、閉める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 んだよ、警察が来るとこじゃないよ、警察が来るとこじゃない、公開の場でやれ、公開の場で、先生、今日の意見聴取会にはご出席されますでしょうか。はい、皆さんが聞ける状態を作れると思ってます。いえ、先ほど申し上げましたように傍聴はなしということでやらせていただければというのが和尚の判断でございます。 その前提のもとで2人の委員、今日の意見聴取会にご出席いただけるかどうか。それはどういう意味なんでしょう。私知りたいのは、ね、傍聴したいと言ってそれで揉めたわけですよね。ですから本当は、ね、ちょっとじゃあ大変だけど広いところなんとかね、工夫すればなんとかなったと私は思ったんですけど、されればね、そこはしない前提でやるっていうのが省としての判断でございますので、大臣としての判断ということでございますので、その前提で、はい、その前提で今日の今からの意見聴取会にご出席されるか、ご欠席されるのか、ご出席されるのか、今後ともそうやるんですか、ね、大臣に問い合わせたんですか。はい、もちろんそうです。で、従いましてちょっとそこのところは決めていただければということなんですけれども、もともとこの内容ですかね、こういう議論ね、こういう議論は関心を持っていらっしゃるから来るんですよね、皆さんが。そしたらそのことをマスコミを通じてじゃなくて自分で聞きたいという方がいらして、その中にはいろんな方がいらっしゃるんですよね、当然ね。で、技術の専門家もいらっしゃるんですよね。そうすると、そういう人たちをなんでね、排除した格好で、ね、入れない状態でやるかっていうのはね、つまり、議事が進行できないような状態にしないと、それは分かります。そういうやり方をするというのは分かります。ですから、その条件さえ満たされればね、公開が原則だと私は思ったんですけど、それをあえてね、この状態になったのは何かって言ったら、皆さんを締め出したからそうなったんじゃないですか、元は。だと私は思ってるんです、それで、いずれにしても今日これからどうされるかということなんですけれども、前提としてはそうですね、前提が、いただかないと私はちょっとですね、ということは残念ながらご欠席。井野先生はいかがどうされますでしょうか。傍聴者、はい、それがいない限りはないの傍聴を認めてください。で、前回はそういう別に前回の傍聴がですね、社の発言が、議事の妨害にはなったと思いませんので、2,3 分遅れたというぐらいのことです、不規則発言で、そういうことを理由に今回傍聴者を排除したということは非常におかしいと思いますので、前回の状況に戻していただきたいと思うんですね。だから今回も傍聴を認めていただいて、それでその参加者はその前回と同じような、あるいはその議事を止めるというようなことはしないということは、皆さんそういうことを常識持った方だと思いますから、そういう提案をもう一回してください。ということは、もう一応我々の結論としてもうそういうことになっているので、じゃあそれが前提だと、ご出席はご欠席だということでよろしくございますでしょうか。いや、もうこっちが勝ってんだよ。そんな密室でね、国民の命を、いえいえ、今日のことです。現地を取るためのレトリックですよ。いやいや、レトリックじゃなくて、それご結論ご判断をいただかないと困るんで、じゃあ要するにお答えください。今日は
等の状態で、ね、こう皆さんの様子を見ていったときに、やっぱり私はですね、公開するのが、まあ、原則だと思ってますので、それをわざわざ排除した形でやるんだと、ちょっと出るわけにいかないなと思いますけどね。だから条件としてとにかく皆さんが公開、ね、されることを条件に出席したいです。したい言ってますよ。出席したい、したくないんじゃないですよ。それだけ誤解なくて、本当に中身いっぱい出してます。質問状は私も皆さんも出してますよね。したんだ、それを議論したいです。議論していただきたいんですが、あれどうですか、傍聴がない限りは、ご出席は今日はいただけないというふうに、じゃあそういうふうに判断の伝え、というふうに正式な意見聴取会にならないんでしていただきますので、よろしくお願いします。正式じゃないですよ。ご案内をいただいたら無効です。ご案内をいただいてない格好ですよね、ちゃんとした今のところ。この議論です、これまでの経過から言って引き続きやるとなったら、まあ、少し延長してやらざるを得ないっていうことなというところも含めてなんですけれども、いずれにしても傍聴が なければご出席はいただけないと。傍聴があれば出たいけれども、傍聴がなければ出るわけにはいかないというのがお二人の委員の結論だというふうに受け止めさせていただきますので、よろしくお願いします。そういうふうに受け止まりました。はい、力非公開になるのは、お前は話を、お前は力非公開になるのは、やめですよ、やめですよ。やめてくださいよ。やっぱり基本的にですね、そのこういう今回のこれは一番最初に私も発言してるんですけど、原子力今回の福島の事故を受けて関係者はね、総懺悔なんですよ。私も含めて、ね、ホワイトはその筆頭ですよ、ね、そこはやる上において、だけど一生懸命公開して皆さんの前でこうやるし、委員も呼んでね、まあ、批判的な委員の人も含めて呼ぶしやるって言ったから、それだったらそれはやっぱり逃げてはいけないということも来たわけですね。ですけどそれが最初の前提条件は何かって言ったら、こうそうでもしないと保安員はですね、全然信用されてない、だから信用されてないの分かってる、だからそれを一生懸命努力しますってはっきり言ったんですよ。石村さんも言ってますよね、ずっとね、信頼を回復しようとってこれやってるんだと言った途端に、今回のようにね、ちょっと不規則発言があったら、ね、別で排除してしまったり、そういうことをやるっていうこと自身がもう信頼をさらに失っちゃうわけですよね。放棄しちゃうことになる。僕はそこはね、いろいろ大変でしょうよね。向こうの立場になれば大変かもしれませんよ。いいね、これだけいろんな傍聴大変だけど、でもその努力をする義務がある、彼らには。その努力をしないでおいて、その場所がどうだとか、そういうことを持ってね、切り離してしまうというかね、委員がこの委員をが議論する場と他の空間を分けてしまうとか、そういう発想自身が何も反省してないっていうふうに見えるんですね。それは間違ってると思います。私はそういう意味で、ですから本当は一応中の委員としてはどういう状況でも出る努力をすべきだと思ってるし、だから先ほどから言ってますように、ちゃんと皆さんの公開ね、原則でこうやっていただければ、もちろん行きます、行きたいと言ってる、それが私の意思です。今回、井野さん、後藤さんから意見書が出て、それに対する答えも用意されてたわけですけれども、それを改めて話し合う場を求めるようなこととされますか？いや、もちろん、もちろん。それは当然まず戻す必要がありますけどね、通常の公開の原則に戻した格好で、そうやって、その中で今、質問していることに対して、議論をしていく。でいっぱい問題が残ってるんですね、それはもう明らかに残ってまして、これで、安全性確認できたなんていうもので全くないんですよ。そういう状態ではない。だからそこの議論をきちんとやりましょうっていう中途にいるわけですね。その時にこういうその皆さん一部の人を締め出したり、ね、そんなことやっちゃおかしいんで、堂々とやればいいわけですよね。もちろん意見の違いはあるでしょうから、それはまあ仕方がないところもありますので、ただそこに関してはですね、ちゃんと手続き、それから公開の原則って言いますかね、そもそも公開っていうのを単に情報が伝えればいいっていうのは私は間違ってると思いますね。その雰囲気とかいろんなことが分かることが非常に大切だと思うし、そのことがひいては国あるいは保安院がやってることが信用に少しね、信用を回復する道だと私は固くそう信じてますので、私はそれ以外にはないと思います。それを踏みにじった形である議論はですね、それ自身が原子力においては全く間違ってるっていうのは、私は本当に心の底からそういうふうに思っております。設計上想定を超える地震と津波の想定を超える津波が発電所に来襲した場合に、
燃料の重大損傷に至ることなく、どの程度の地震が発生するかということについて、お話ししてください。ものとしてあたかも自分たちがやってるかのような全くの無能者集団じゃないか。そんな連中に審査を任せて大丈夫なのか。はい、されません。分かってるでしょ。が飛んだっていう程度なんですね。そうすると国会だってそうですよ。国会でやるのがもっと多いですよ、はるかに、ね、だけどそういうのはある程度、なぜかというと発言したいことがあるけど発言できない、いいんじゃない人は発言できない、だからやむやまでつい声出しちゃうんですよね。でそれはね、ある程度許容しなきゃいけない。そんなことも許容できないね、原子力安全保安に任せるわけにいかない。考え方間違ってた。堂々とね、保安員としてやるべきであって、それは向こうに行ったら、だから私はここで今ね、皆さんこう来てて、傍聴しようとしてらっしゃる方が行けない状態に、ね、入って、それを締め出した格好で、マスコミだけ入ってくださいってやり方で、密室の中でやるようなね、そういう議論には私は参加しません、できません。本当は出たいんですよ、本当は。もし多い3号、4号の中身あるって、私、いろいろ言いたいことだって、質問状も出てますからね、井野さんも私もいっぱい出てますから、だから今の全く閉じてないんですよ。多い3、4号は議論はしてきてるけども、途中であって、私も一緒にいっぱいあるの、まだ閉じてない、ね、それでそういう中でやるんだったら、その議論はやる必要があるから、私は本来行くべきだ。だけど、今申し上げたように、そうやって、ね、一般の傍聴の方を排除した形でやるっていうのは、私は反対、個人的にそれは間違ってると思うので、私はそこには参画しません。っていうのはもうおかしいですよね、はい、もうちゃんと大きい会場を用意して傍聴者を入れてやれば、そんな議論はできたはずですよ。今日は僕はそう思います。こんなに議事妨害なんてないです。議員を止めようなんてやじゃないんですから。ただ批判的な言葉が出るだけで、進行自体はそんなに妨げられていないですよ。前回それを理由に締め出すからおかしいってことで、今日みたいに全く止まっちゃったわけですね。そういうことはおかしいんじゃないですか、はい。